くすぐったくすぐったい。ここも痛くすぐったいですかね。こっちはあ、でも最初の痛さはあんまり、うん、膨らんできたっすね。あ、こっちの方がくすぐったい。でもこっちもだからそう、うん、部分的にね、よくしていっても、そうすると今度はこっちがっていうのがどうしてもまた新たな発見が、発見がずっとはい、第2第3の伏兵がいるみたいな感じなんです。そうなんですね、一つになるとそういえばここもみたいな、そうそうそう、良くなっていくとまた別のが顔を出すみたいな感じにはなってるんですけどいいですね。はい。ね、痛いですね。ちょっと痛い、ちょっとここで、こっちね、こっちはどうですか、さっきいるんですよ、ここさっきよりは全然、うん、そうだね、良心的な、良心的な痛さ刺激的な感じではなくなってますね、はい、いやー、もう頭皮もね、ガチガチなんですよ。とにかくまあやっぱり力入っちゃってて、あ、うん、かなりあれですよね、緊張して過ごしてましたよね はい、幸せは変わんないですか、幸せは幸せ続いてますか、はい、ああ、よかったですねちょっとね、変なとこで寝ると結構本当に体痛くなったりしますもんね。うん。睡眠大事ですからね。そうですね。なんかね、椅子、座席とかで寝ちゃうと1時間とかだけでもすごい首痛くなっちゃったりしますもんね。ああ、確かに。うん。ベッドがやっぱり良くないと寝起きが最悪っていうかね、ちょっとベッドが怖くなっちゃいますね。顎さっきよりくすぐったさなくなりましたかね。あ、なくなりました、うんうんうん、壁叩きやってます？
食べた時肩こり体操の腕を直角にしてトントンっていうやつ。あ、やってないやりますって言ったのにまあそんなもんですよね10回ですね。7、8、9、10で、そしたら今度はくるんとこっちにして両方そうですね。これも直角にする感じで、ちょっとやりづらいですけど、痛いですけど、これでトン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 ですね。これを直角、これで下がってきちゃってるので上げていただいて、ここがね、右が特にね、辛いですけど、痛いですけど、やっていくと、でトンポンって手でやる感じですね。はい、肘が当たりますけどね今やりづらい、姿勢が悪い方はやりづらいんですけれども、これやって癖にしていくとここの柔軟性とかも出ますし、あの肩こりしづらいし、姿勢にも意識ができて、だんだんこのさっきコンプレックスだった顔が前に出るっていうのも、あの改善できますので、やるようにしてください。わかりました。はいあ、後ろに回すやつでしたっけ。そうでも本当に痛い時はやってました。あ、本当ですか。はい、やるとちょっとね、あの楽になるっていうかね。そうなんですよね、肩にはいいですからね。はい、確かあれやるとちょっと楽になってました。応急処置的な、普段からやればね、肩も凝りにくいんですよ毎日やった方がそうできればね。でもまあなかなかねまあ、やっぱ思い出せないですもんね、辛くならないとね。そうなんですよね。ちょっと左見ますね左も行っちゃいますね。あ、どうですか、ここのよりは痛くなくなりました。はい、はい、これもやっぱやっとかないと痛い本当に痛い軽めなんですけどね。あ、めっちゃ力入っちゃいますね。すごい、そう、最近痛いなって、はい、うん、いやだって背中バリッバリでしたからね当然やっぱこれもこっちに来ちゃってるのでそうなんです、自分で触ってもすごい痛かったから、いやこれでも相当ですね、今ほんと押してないですよ、乗せてるぐらい。そううん、やっぱりかなりなんですよ。悪くなってますね。うん、ですです、1年ぶりなよりも悪くなるって痛い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 、あ、本当にちょっとその周りだけでもこの辺とかこれぐらい大丈夫ですか。はい、はい、もうなぜっていうぐらいですね。いやね、本当ですよ、めっちゃ私が強くやってるような感じに見えるかもしれないですけど、すごい気遣ってますからね。やってるしみたいな本当、いやでもマジでそこまでになってるのって初めてじゃないですか。確かに、こんな、これだけですよ本当。いやだってこう自分で時々ちょっと押しても痛かったです、ね、ですもんね、ですよね。いやだって背中がバキバキっすからね本当に。いやベッドかな、やっぱベッドもあるとは思いますね。だって前回がそんなでもなかったから、前回の時にはなかった何かですよね。そうですよね。1年放置してたりよりも悪いことが何かあるっていう。いやでもベッド穴開いてたよ、これじゃないですか、それはかなりだと思いますけど。こんなそこまで痛がってることなかったですよそうですね、足とかはありましたけどね。でも手を置いてるだけでしたからね、置く時点で痛いってなってたからやばい。
しかもいきなりじゃないですからね、今日いろいろやった上ででもまだこんなに痛いっていう、ね、よっぽどですよ。かなり緩んでるはずなんですよ、この中のこといろいろ周りもやってるんで、うん、それでもこれだけ痛いって。最初に触ってたらもうあれですね。そうですね、多分死にますね救急車みたいな本当に大騒ぎじゃないですか、ね、っていうレベルですよね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。 See you.